疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、今夕方の5時なんですが、昨日のねプライベートの動画に653件のコメントが来ています。この大半が励ましのコメントであったり、頑張ってくださいねとか、いいコメントばかりです。本当にありがとうございます。やる気がますます出てきました。はい、それとね、批判的なコメント、動画を見てから、いやそれはこうじゃないんですかと、それは間違ってますよと、そういうコメントを自分はねアンチとは思ってないんですよ。それは意見をしてくれてると、その人の見た感想を言ってくれてると、だからそんなコメントは入れてくれても全然結構です。思ったことは言ってください。ただね、早くやめろやとか、面白くないねんとか、まあそういうことを言われたら、じゃあ見ないでくださいと、オタクには自分の動画が不向きなんでしょと、じゃあ見ないでくださいと、そういうのは思いますよ。でもね、普通に見て、いやそこは違うんじゃないのと、こうじゃないのと、それは意見として全然コメント入れてくれても結構です。逆に入れてほしいぐらいです。ただ誹謗中傷的なことを入れてこられたらムカつくんですよ。だからそれはやめてほしいなと思います。でも意見はじゃんじゃん言ってください。でも自分の動画のスタイル、プライベートもそうだし、2本目にしてるヤグラの話、それもそうなんですけど、スタイルを変える気はないです。まあぼちぼち頑張りますので、皆さん末永く応援よろしくお願いします。はい、それとね、昨日のね動画でちょっと自分が言い間違えてるとこがあるんですよ。娘と孫をね迎えに行った場所を徳島って言ってしまってるんですよ。迎えに行ったのはね高知県なんですよ。あの今ね大ちゃんが奥さんの実家徳島なんですよ。それで徳島行ってるどうのこうのっていう話をね電話で喋ってたんですよ。それで頭の中が四国イコール徳島みたいになっててね、高知県を徳島県って言ってしまってるんですよ。そこをねちょっと訂正したいです。申し訳ありません、ややこしくて。はい、それでね昨日の動画で話しようかなとちょっと思ってたんですけど、まあ内容がああいう感じだったので昨日は喋らなかったんですけどね、昨日の昼間ね、まっちゃんとチンゲの王とつとむと自分とね4人でコーヒー飲んでたんですよ。それでまっちゃんがね、ポンちゃん YouTube やめるんかと、ほんまにやめるんかと、いやまだ答えは出てないと、どうするかまだ決めてないと、まあそういうことをねまっちゃんに言ったんですよ。そしたらまっちゃんは昨日も言ったようにね、何か最後におもろいことしようと、伝説になるようなこと最後やろうなと、まあそういうことをねまっちゃんは言ってきてくれたんですよ。それでもしやめんにやったらまたまっちゃん何かアイデアちょうだいなと、まあそういうふうにね喋ってたんですよ。そしたらまっちゃんがね、いやポンちゃんなと、やめるんやったらいきなりやめるんじゃなくて、せめて今月いっぱいやってそっからやめたらわと、まあそういうふうに言ってきたんですよ。それでまあそれもそうやなと言ってたらね、紙をねパンと置いたんですよ。でその紙見たらね、まだまっちゃんのことでね喋ってないことがいっぱいあるんですよ。まあまっちゃんのいい話とかあるわけなんですよ。自分 YouTube でまだ喋ってないんですよ。それをねいっぱい書いてあるわけなんですよ。何度かと揉めた話とかね、 S さんとあれをやった話とかね、まあいろいろあるんですよ。15個ぐらいのタイトル書いてあるんですよ。これやってもらわんと、今まで YouTube 見てくれてた人にまっちゃんはただのガサツなスケベやと、ただの変態やと、それで終わってまうやんと、だからせめてこれだけは YouTube で喋ってくれと、頼むわポンちゃんっちってね言ってくるんですよ。そしたらねチンゲの王も
いや実はなと、ポンちゃん俺もしてほしい話があるんやと、その話をしてもらわないとただのチンゲの王で終わってまうやんと、俺もいろんな話あるやんと、ポンちゃんわかるやろと、いい話も入れてえなと、まっちゃんに食べ物にチンゲ仕込まれて怒ってる王で終わってしまうと、俺そんなキャラじゃないやんと、だから俺の話もポンちゃん入れてよと、王も真剣に言うわけなんですよ。それでツトムに、まさかお前まで何か持ってきとんちゃうやろうなと。そしたらツトムはないんですよ、何もないんですよ。ツトムの悪い話って基本ないんですよ、してないんですよ。自分がいい話しか基本的にしてないから、ツトムはいやもう自分はお腹いっぱいですと、今までしてもらってる話だけで十分ですと、まあツトムはそういう風に言うんですよ。それでもしやめんねやったら、じゃあこの話するかどうか、まあね、編集してくれてる人とか、そこの会社の人とも、まあもちろん話しないといけないからね。もし辞めるんであれば、その人らと一回相談して、この話をするかどうか考えるわと、まあ言ってたんですよ。そしたらね、直樹からね、電話かかってきたんですよ、自分に。それで直樹は、当初ね、YouTube 始めた頃、反対してたんですよ。そんなこと兄さんせんといてくれと、やめといてくれと、まあそういう感じで直樹はね反対だったんですよ。その直樹の話をするしないとかじゃなくてね、自分が YouTube をすること自体にあまり賛成じゃなかったんですよ。だから直樹から電話かかった時に、あ、やめるんですかと、よかったですねと、そういう電話だと思ったんですよ最初ね。それでね、あ、直樹から電話やと、まあ自分が言ったんですよ。そしたらみんながね、あ、YouTube やめること、よかったですねっていう、その電話やなと、みんな言ったんですよ。まっちゃんも、王も、つとんもね。それで電話取ったらね、兄さん YouTube やめるんですかって言って。まあこれからスタートですよ。それで、今考えてると。今どうするか考えてるんやと。まあそういうふうに言ったらね、もったいないでしょって言って。ここまで来てやめるんですかって言って。もしやめんやったら、あの話と、この話と、あの話もあるじゃないですかっつって、あの話とか兄さんしてからにしてくださいよっつって、まだ喋ってほしい話結構あるんですよねっつって、これですよ直樹まで。びっくりしましたね。ちょっと笑ってしまいましたもんね。お前反対してたやんと。それで今これかえと、今になってあの話してくれこの話してくれと、そんなこと言ってくる人間じゃないやんと、ちょっとびっくりしましたもんね。それで直樹にもね、わかったわかったと、もし辞めんやったら直樹のとっておきの話最後に、一番最後にするわと、大取りで直樹の話するわって言ってね、まあそういう風に言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、何を言うとんねんと、大取りは俺の話やろと、それはポンちゃんあかんと、直樹みたいな大取りにすんのもったいないと、俺の話にしてくれるかって言ってね、口挟んできてたんですけど、それで続けると、YouTube 続けることにしたと、まあそういう風にグループ LINE 入れたんですよ。その YouTube のことね、知ってるメンバーのグループ LINE になるんですよ。そこに入れたんですよ。そしたら直樹からね、一番最初に返信来て、兄さん、自分の話はせめてチャンネル登録が5万人ぐらいになってからにしてくださいと、今のチャンネル登録で自分の話はもったいないですって、こんな LINE を出来上がってね。はい、まっちゃんも俺の話ポンちゃんぼじぼじでいいよと、一気にせんでいいからねって言って、みんなね、もっとチャンネル登録が増えてからしてほしいわけなんですよ。一人でも多くの人にいい話をね、自分のいい話を聞いてほしいわけなんですよ。みんな怖いなと思って、まあその怖い仲間たちの話をこれからも面白おかしく喋っていきたいと思います。はい、それとね、コメントで、ね、メンバーシップとかオンラインサロンですか、そういうのに切り替えたらどうですかと、まあそういうことを言ってくれる方もね、何人かいたんですよ。でもね、前にも自分言ったと思うんですけど、自分はお金をもらってねしません。今後もする気はないです。はい、せっかく言っていただいてるんですけど、
そこはね、曲げる気はないです。自分のスタイルとしてお金をもらってね、自分の思い出話とか、その日あったね、仲間の話とか、お金をもらってすることじゃないと思ってるんですよ。そういう風に切り替えたらどうですかと。その気持ちは嬉しいです。そういうことを考えてくれてるのも嬉しいです。でも、今後お金をもらって喋ることはないです。はい。まあ、ぼちぼち頑張りますので、皆さん、末永く応援してください。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。